皆さんこんにちは、つゆきです。今日はですね、友達のマットと一緒にテニスをしようっていうことで、でちょっとさっきバタバタ、行く時はバタバタだったので車の中で日焼け止め塗ってます。ちょっと白いのがついてたかもしれない。まあいいや。では信号が緑になったのでまた。はい、今日は最初にテニスで夕方にボウリングに行きます。アメリカのノリがこんな感じっていうのをちょこっとお見せします。はい、公園についてマットもついてますね。あ、カメラに気づいた様子。はい、レコーディング。やあ、ワンダフル。I'm at You would have done your makeup. I'm sorry I didn't give you the full warning. I'm good, how are you?Tennis has been nice. Yeah. And it's cloudy. Where's the sun? You want to say hi in case I am actually going to put this up? That's it? You're not going to say anything? Okay. Good evening and welcome to tennis. Welcome to tennis. Matt has been to Japan for a while. So, I love Japan. I'm a big pro bodybuilder. Okay. Good evening.で、アメリカのいいとこがこういうテニスコートってフリーで使えるんですよね。パブリックのコートだから。なんか日本人の友達に聞いたところ、日本ではテニスコートがフリーで使えないって聞いてすごいびっくりしたんですよ。だからこっちでは、特にコロラドでは普通に公園とか学校とか使えてない時ね、普通に使えて、でまあいいとこ、もうちょっといいとこだったり、もうちょっと広いとこはもちろんお金がかかるんですけど、アウトドアのコートだったら5ドル、1時間5ドルから10ドルぐらいとかで、インドアのテニスコートだったら1時間まあ25ドルとかから50ドルぐらいするのかな。でも何人かでね、分けて払ったら結構安くなるので、冬とかはそういうインドアテニスコートも使えます。ちなみにコロラドは標高が高くって、ボールがバウンスするのがもっと高く早くバウンスするようなんですね。なのでコーチも大丈夫のハイアルティチュードのテニスボールを使ってます。Yeah. はい、1時間半ぐらいテニスして終わりです。Yeah. Hey, bye, Matt. Have a good one. Bye, Matt. はい。テニスから帰ってきた後着替えて、これからちょっと友達のね、お別れ会的なのに行くので、ボーリング行ってきます。はい、ボーリング行った時にあんまり動画を撮ってなかったのでポーストしようかちょっと迷ったんですけど、まあアメリカのノリがこんな感じっていうのをお見せしたいので、 Vlog というよりはこんなアメリカの雰囲気はちょっと味わってほしいなと思います。みんな同様でベンとミニと、まあ、男性陣今ドリンクを取ってきてますね。ちょこちょこいるけど、はい、こちら男性陣、まだまだいる。でこちら女性陣、2人とも可愛い。みんなみんなね、すごいいい子なんですよ。で今回予約した時に同僚の人たちはみんなだったので、会社のイベントっていうことにしたらしいんですね。なのでコンプリメンタリーというかフリーでクッキーとか、あとサングラスをもらって、サングラスちょっとつけてみなって言ったら、結局はやっぱりはい、こんな感じになります。アメリカのノリってこんな感じ。はい、まあ、この予約制が2時間半だったので、まあ、普通に投げる時もあるんですけど、もちろんこうやって時間を使って遊んでふざけるっていうのももちろんもちろんあります。いや、これはダメだった。ミニはなんと人生初のボウリングだそうです。ありゃー、こんなこんなね、2時間半しっかりボウリングしてすっごい楽しかった。アメリカこんなノリです。ではまた、バイバイ。